こんばんは。 88.7FM ラジオ川越、時刻は日曜深夜23時30分、ドラマー視点のニッチな番組川越ドラムラジオの時間がやってまいりました。お相手はリズムでつながろう、市民のためのドラム教室川越ドラムクラブより島野克樹がお送りしてまいります。いよいよ番組がですね、2ヶ月目に突入してまいりました。でですね、今日は、つなぐでスティーブ・ガット特集、正確さの影に潜む魅力とはという、その内容をやっていきますけれども、来週以降もね、いろいろやっていきますが、ぜひね、楽しんでいっていただければというふうに思っております。この番組は市内のドラマー、パーカッショニスト、ドラム愛好家の方々に向けて、ドラマー視点の2でニッチなテーマで音楽やトークをお届けします。名曲やヒット曲をリズムやドラムの観点から読み解いたり、有名ドラマーの活躍や名演をたどったり、人間の心と体とリズムの本質に迫ったりと、ドラムやリズム、音楽が前よりちょこっと好きになる、そんな内容でお送りしていこうと思っております。番組ではリスナーの皆様からのメッセージをお待ちしております。こんなテーマ取り上げてほしいとか、あのドラマーさん取り上げてほしいとか、その他ご質問やリクエストなど何でもいつでも募集しております。メッセージは川越ドラムクラブのホームページか番組のツイッターアカウントまでお送りください。メールでもリプライでもダイレクトメールでもどれでも結構です。川越ドラムクラブと検索していただければ出てきますので、メッセージどしどしお送りください。ですね、来週以降のテーマもね、ここで発表しておきますですね。4月4日、世界を驚かせた最初の日本人ドラマー、高橋幸宏。あの、YMO の高橋さんですね。その次、4月11日、マイケル・ジャクソンのリズムの秘密とは。超乗れるマイケル・ジャクソンの、楽曲の秘密に迫っていきます。翌週4月18日、サルサのリズムを知ってるかい。サルサですね、あのラテン音楽でございます。アメリカのニューヨークで発祥した音楽ですけれども、キューバの音楽で、いわゆるカルディさんでかかってる音楽ですね。チャカポコチャカポコ踊りたくなる、あれについてちょっと解説していこうと思っています。でその翌週4月25日はゲスト会、またですね、どなたかゲストをお呼びしてと思ってますので、このあたりの番組すべてですね、まだリクエストメッセージ募集中ですので、どうぞよろしくお願いします。ここでですね、番組に寄せられたメッセージをではご紹介していきましょう。ラジオネームひろみさんから、前回の放送ですね、楽しいひとときになりました。届けてくださってありがとうございます。来週はどんなお話が聞けるのかな、楽しみにしています。お疲れ様でした、ということです。ありがとうございます。毎週聞いていただいてます。ありがとうございます。非常に嬉しいですね。はい、前回ね、ダンスの話題だったからね、もっともっとね、掘り下げても、なんなら1時間とか1時間半とかやりたいぐらいの内容だったんですよね。でもね、せっかくあの川越のね、市内のあの活動をしているあのダンサーさんとドラマってことでもあるのでね、また今後もラジオに限らずいろんな活動を展開していきたいななんて2人で話していたところなんで、今後ともお楽しみにお待ちください。で次に、狂犬妄想自動車クラブさんからリプライいただきました。あれですね、川越、ラジオ川越仲間の、あの、金曜23時からのですね、発行プロモ深夜族のパーソナリティである、狂犬さんからですね、いただきました。特に高橋幸宏の回と、ジョナサン・モフェットかなの回楽しみです。スティーブ・ガットもいいね、といただきました。ありがとうございます。ジョナサン・モフェットっていうのは、マイケル・ジャクソンのバンドのドラマーですね。あの、ツアーとかも30年ぐらいずっと一緒にやってた、すごい大きいドラマーさんがいるんですけど。今回のマイケル特集はね、ただね、ドラムの話をやるかちょっと悩んでるんですよね。マイケル自体の歌い方とか、ダンスのキレとか、そういうことがそのリズムに与えてる影響とか、そんなのも話そうと思っているので、再来週の放送ですけれども、お楽しみに。川越ドラムラジオでですね、お待たせいたしました。ここでですね、本日のテーマはこちら、スティーブ・ガット特集、正確さの影に潜む魅力という形でスティーブ・ガットを取り上げていきたいというふうに思います。皆さん、スティーブ・ガットご存知ですかね。世界的に有名なスタジオドラマー、セッションドラマーですね。3月の2回目にも取り上げました日本人ドラマー、青山純さん、彼の紹介した時にも言いましたけども、そのいろんなアーティストのレコーディングやサポートツアーに参加する、そういったスタイルで活動するドラマーさんなんですけど、本当にアメリカで1番か2番を争うぐらいに売れているアーティスト、ドラマーさんだったんですけれども、その彼が今回のテーマでございます。もう彼の活動っていうとですね、もう非常に多岐にわたるので、もうとても30分どころか本一冊でも収まらないぐらいいろんな活動をされている方なんですけども、なんて言ったらいいですかね、もうそれこそポール・サイモン、エリック・クラプトン、ピーター・ガブリエル、スティービー・ワンダー、ジック・コリア、もうこれ聞いただけですごい、あの、大物中の大物ばかりですし、しかもジャンルをも与えてるんですよね。ロックだったり、あの、ポップだったり、フォークだったり、あの、R&B だったり、ジャズだったり、どのジャンルでも第一線の人と活躍してるっていうのがね、本当驚異的なドラマーさんでございます。
まずですね、じゃあここで聞きなじみのある曲をですね、一曲聴いていただきましょう。エリック・クラプトのナンバーで、レイラをですね、ワンモアカー、ワンモアライダーという2002年に発売されたライブ版の方からお聴きいただきましょう。どうぞ。お送りしました、エリック・クラプトンでレイラでございました。かっこいいですよね。本当、ドラム自体はすごくシンプルなパターンしか本当叩いてないんですけれども、音色がやっぱり、あのスネアのターンの音のですね、迫力が、まあ、ライブってこともあって、この硬さと生の音の響き感が最高にかっこよくてですね、こういうちょっとロックなチューンにもすごく合います。ですね、やっぱリズムに対してすごく正確っていうところが、まあ一つそのスティーブ・ガットなんかの評価でよく言われるところではあります。本当にですね、その、まあジャズにせよ、ポップスにせよ、その昔のドラマ、今から見るとね、今のドラマからするとそこまでその硬さとか正確さって感じないんですけれども、当時の1970年代のサウンド、ドラマーのサウンドの中でいうとですね、非常に正確性が高くて、非常にテクニカルな、細かい音を正確にスパ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 入れていくフレーズっていうのを多用したもので、そのあたりが非常に評価されていてですね、正確さとそのテクニック、手の技がすごいっていうところがすごい、よく言われるドラマーさんなんですが、これもね、私が大体ドラマやり始めた90年とか0年代ぐらいからするとですね、もうそのちょっと後ぐらいにその、さらに細かいとかさらに正確なドラマって実はいっぱい出てきてたので、そういう意味で言うとスティーブ・ガットって僕がそのドラムを初めて聞き始めた頃にはちょっと特徴がわからないドラマーさんだったんですね。だからまあ正確正確っていうから確かに正確で固めだけれども、でアイデアもいっぱいあるんだけれども、まあ持っている技自体は多分他のね、後世のドラマーもいろいろやってたりするので、でもまあ後世のドラマに圧倒的な影響を与えたという意味では全くもってその通りなんですけれども、例えばデイブ・ワクルですね、初回のバディ・リッチの時にバディ・リッチの参考トリビュート演奏ですね、ちょっと参考で取り上げたデイブ・エックルなんかも完全にスティーブ・ガット的な発想、テクニック、そのまあいろんな技を何て言うんですかね、パラディドルっていうんですけど叩きますけど、一発一発二発、何でしょう、右手一発左手一発右手二発、右左右右左右左右左っていう、その片手ずつ一発と二発を組み合わせて叩くテクニックがあるんですけど、右右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 みたいなね、まあたたたたに聞こえてますか、これ右左左右右左右左左と叩いてるんですけども、こういうのをどんどん高速化していくといろんなことができるっていうのが、いろいろスティーブ・ガットが思いついたというか、割とドラムにとってメジャーな奏法として確立させた一人でして、なんでしょうね、そのパラディドルを例えば、今みたいなフレーズとかですね、なんかすごいことやってるように見えるんですけど、さっき言った基本となる右左右右左右左左とか、それの組み合わせ、まあその順番を組み替えたり、右左左右とか、そういう風に組み替えたりするテクニックで、すごく楽にこういうフレーズが叩けるようになる。こういう感じのテクとかすごい使ったんですね。ドタダってなんかが右左左なわけなんですけども、まあちょっとマニアックな話をすると、こうドラムの奏法なんかをすごい革命的に変えて、さらに正確性の高い演奏で、いろんなジャンルの音楽にそういうドラムを持って乗り込んでいたことでですね、いろんなサウンドとかいろんなドラム音楽自体をアップデートしたっていうのは、本当そういう多大な功績があるドラマーさんなんですけれども、僕がやっぱスティーブ・ガットで一番最初によく聴いたアルバムっていうのはやっぱりジャズの方のアルバムでして、やっぱりチック・コリアですね、先日亡くなってしまったんですけれども、チック・コリアのフレンズってアルバムなんかはやっぱすごくよく聴いて、このアルバムのスティーブ・ガットが一番最初に好きになりましたね、やっぱり。でそこからどんどん掘り下げていくようになって、普通にバックビートだけ叩いてドゥンツッパンスドゥンツッパン8ビートだけの曲を聴いても、あやっぱりこれすごいぞ、この人すごいぞって気づくのに結構かかっちゃいましたね、正直。僕ミーハーだったんで、やっぱデイブ・エクルとかデニス・チェンバースとかの方が、そういうド派手なドラマーの方が好きだったんですけど、掘り下げれば掘り下げるほど、やっぱ、この曲もっていう曲をね、やっぱスティーブ・ガットが叩いていたりするので、その深い魅力に取り憑かれるわけなんですけれども。
ここでそんなわけで、まあちょっと僕がその若い頃によく聞いた、じゃあチックコリアの、フレンズからですね、どの曲かけようかすっごい迷ったんです。いい曲いっぱいあるんですけれども、サンバソングとかめちゃめちゃかっこいいし、学生の時に ね演奏もしたんですけど、ちょっと別の同じようなサンバチックなリズムの曲でですね、シシリーっていう曲があるんですね。ちょっと暗さとちょっとオリエンタルな感じがあってすごい好きな曲なんですけれども、この曲ってそのジャズというか、インストですね、歌なしの音楽でビシッとその正確で、タイトで、綺麗のあるドラムを決めてくれてスティーブ・ガットの音が聞けます。ではお聞きください。シシリーです。はい、お聞きいただきました。チックコリアのフレンズからシシリーでした。いいですね。フェンダーローズの鍵盤の音がかっこいいし、フルートもすごいかっこいいですよね。そしてドラムのやっぱスティーブ・ガットの音、やっぱ硬さって僕時々言うの分かります。なんか正確なすごい音符を入れていくんでね、結構ねバンドとダッとずれたりするんですね。そのずれがまたね、かっこよかったりするんですね。ずれてるのに進んでいく瞬間とかいっぱいあって、決めとか。この、ね、昔のジャズってまあ意外とそういうとこありますけれども、なんかみんなでごっちゃになって進んでて、そのスイング感がすごいみたいな。そういうところに、そのある種すっごい正確なのに、ギリギリそのグルーブがスッと流れるって範囲を超えないっていうのは、まあこれスティーブ・ガットだけじゃなく、周りの演者のね、リズムの取り方も合わせてなんですけれども、周りの、だからサイドの他のメンバーに比べると、やっぱガットはすごいこういうところタイトだな、そのリズムに対して正確だなっていうフレーズをすごい繰り出していて、音色の硬さもやっぱありますよね。なんかジャズのドラミングとしてはかなりスタッ、バツッ、ベシッっていう音を出していくので、それがね、不思議とこのサウンドしてるっていうのが、この、フレンズってアルバムの魅力だなっていうふうに思うんですけれども、このあたりはだからすごい正確さ、その16番号のパツパツパツっていう、スクエア、タイト、四角いっていう感じをね、すごく感じる、スティーブ・ガットのドラムプレイが堪能できるアルバムなんで、すごい好きですね。ただですね、本当、正確さってここまで言ってきたんですけれども、さっきもちらっと言ったんですけど、その正確なだけがそのガットの魅力ではないというか、まあ、これもよく言われる話ではあるんですけれども、やっぱ、クリック音使って、そのテンポをきっちりメトロノームに合わせて録音したりっていう時代との境目に、生きてこられたりするので、そんなにね、よくよく聞いてると正確に聞こえるんですけど、すごく実はエモーショナルにリズムを歌ったり伸ばしたり縮めたり詰まったりっていう瞬間が結構実はあるっていうのもガットのもう一つの隠れた魅力でして、その後に出てきたような、例えば何でしょう、ヴィニー・カリュータみたいな、もうノリも硬くもなく柔らかくもなく、しかもものすごく正確なのに正確さがいやらしくないみたいな、もう究極超人みたいな人がその後出てくるわけですけど、そういうもうマシーンみたいな正確さはなくて、ある種のね、その人間臭さとちょっとぎこちなさ、それこそビニーとかに比べると僕すごく感じるんですけど、ある種のぎこちなさみたいなものを感じるのが、まあこのシシリーなんかもそうなんですけれども、つつかつつかつつかつつたーだっていく決めが、他のみんなのフレーズを聞いてると、もうちょっとこの辺でなるんじゃないってところをね、きっちりね、きっちりスクエアに入れていくんで、ずるっとずれるとか、なんかそういう感じがですね、ずれてるんだけどノリは揃ってるみたいな。これって不思議なんですけど、そういうサウンドもすごく成立して、聞いてくるとね、すごく気持ちよくなってくるんですね。で、ヴィニー・カルディみたいに、すごく綺麗にもう端正でもう何の一つのミスも歌詞もずれも、何の文句のつけようもないっていうところと違う、絶妙なその付け入る感じっていうのが、スティーブ・ガットのドラムにはあって、それがやっぱどのレコーディングとかどのライブを聴いても、スティーブ・ガットの歌い方として、ああ、これガットってこの歌い方なんだよね。これ全音符シンバルでぶっ叩くとちょっと詰まったりするし、みたいな、なんか、パタったりすることもあるし、みたいな、なんかそういう感じがすごく、人間臭さがあってね、大好きですね。スティーブ・ガットはだから何ですかね、いわゆる天才系というよりはやっぱりね、その努力系の人っていう印象が僕の中ではすごい強いです。なんかね、先輩から事務所のマネージャーから一回聞いたことがある話なんですけど、日本にスティーブ・ガットが来た時に、そのマネージャーさんがなんか関わってる案件でレコーディングを一件スティーブ・ガットにお願いしたんですって。それで、まあ、前日に来てもらって、まあ、どういう経緯でね日本に来たのか知らないんですけど、そのスタジオに入ってこんな曲をやるんだって、その場で譜面をね、渡して叩いてもらうわけなんですけど、初日はね、まあ、リハの日は、結構全然できなかったんだよ、スティーブ・ガットって、ダメダメだったんだよって言ってて、って、そんなことあると思ったんですけど、だったんですって。だから、まあ、どんな曲をどんな風に渡したか知らないですけど、いきなりさーっとできちゃうっていうことではなかったんですって。で、どうしようどうしようって言ったら、スティーブ・ガットが、申し訳ないって、じゃあ、明日までにちゃんとしておくから、明日の朝少し早くスタジオを開けといてくれないかって、頼んで行って帰って行かれたんだそうなんですね。でそこからで翌日は朝から来てスッスッスッと練習してて、それで本番のレコーディングにはスパッと決めて帰って行かれたって言うんです。だから人だからすごいやっぱ真面目で努力家なんだよ、そういう感じの人なんだよっ
っていうのをね、その一時期お世話になったマネージャーさんから聞いて、その話ってすごいなと思ったんですけど、もうすごくね、見てるとその感じは分かりますね。ある種のその謙虚さとぎこちなさと一生懸命さみたいなのがやっぱり彼のドラムにあって、そこがその、 あの音楽に対してその緊張感とかあったかさとか優しさとかいろんな感情を呼び起こすリズムになっていて、それが愛されてる理由なんだよなってすごく思ったりするんですよね。なんかそのもっともっとそのね、彼以降に出てきたもう本当に洗練されきったもう火の打ちどころないドラマはもう大好きなんですけど、なんかそのガットの音ってね、なんかそのちょうど間にいてその革新を行ったパイオニアの、まさにパイオニアだったっていうところにですね、その絶妙な人間臭さとその人柄が現れてるというふうに僕なんかすごく感じるので、そこがですねガットの叩いてる曲を聴くとね、いつもグッと心に染みる、そんな感じがあって大好きなんですね。次の曲もね、聴いていただこうと思う曲は、僕が多分一番よく聴いた、回数として一番聴いたガッドの演奏で、スティーリー・ダンのエイジャーですね。もう、ラジオでね、この辺のよくかかる、もう誰でも知ってるような曲なんですけど、やっぱりね、これ外せないなと思ったんで、かけたいと思います。スティーリー・ダン、僕すごい大好きなんですけれども、でもこのやっぱガッドのエイジャーのドラムソロとかね、ドラムソロまでちょっとかけないかもしれないけど、すごい緊張感と普通のバックのところとっていうのがですね、どっちも入っていて、非常に彼のドラムの真髄がたっぷり楽しめる曲だと思うので、ぜひお聴きください。スティーリー・ダンのエイジャーです。お聴きいただきました、スティーリー・ダンでエイジャーでした。さあ、そんなわけでお送りしてまいりました。本日もですね、まもなく終わりの時間が近づいてまいりました。この番組はドラム教室川越ドラムクラブがお送りしております。川越ドラムクラブでは生徒1台、講師1台、ドラムセット2台をご用意してのマンツーマンレッスンのほかに、大勢で一緒にドラムを演奏する打楽器ワークショップを実施しております。ドラムを習いたい方、興味のある方はぜひご連絡ください。本川越駅徒歩1分、リンキーリンクスタジオアイモさんにて月2回、曜日時間はお問い合わせください。いきなり入会するのはハードルが高いという方のために入会体験もあります。現在キャンペーン中なので無料で45分の体験レッスンが受けられます。川越ドラムクラブのホームページと検索して今すぐチェックしてみてください。お送りしてきました川越ドラムラジオですけれども、現在番組でメッセージ募集中の企画は、来週世界を驚かせた最初の日本人ドラマー高橋幸宏、再来週マイケル・ジャクソンのリズムの秘密とは、ささ来週サルサのリズムを知ってるかい、そんな形になっていっております。これらの企画の他にも、こんな企画取り上げてねとか、あのドラマさん取り上げてほしいとかあったらですね、どしどしメッセージを送ってください。お相手はリズムでつながろう市民のためのドラム教室川越ドラムクラブより島野和樹がお送りしました。月曜日も楽しんでいきましょう。この後は0時から、エイキギターワークスさんによるですね、エフェクターのお話、小江戸ギター天国です。それではバイバイ。